平成30年11月17日鶴見緑地球技場にて 2018X リーグディビジョン3ウエスト本日の第3試合目になります。三重ファイヤーバード対大阪府警シールズの一戦が行われます。試合開始16時20分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側から赤色のユニフォームが三重ファイヤーバード、奥側ホワイトのユニフォームが大阪府警シールズです。この試合はいわゆる正式なリーグ戦ではございません、両チームの交流戦練習試合になります。双方とも今シーズンの試合は終わっておりまして、来季を見据えた交流戦となります。三重のキックオフ、大阪府警のリターンで試合が始まります。パス成功、ファーストダウン。ランニーマック25番、ハンドオフからハンドオフのランプレキック失敗、攻守交代。はい、QB ラン、キャリア9番。タッチダウン。ランニングバックは何番ですか？26番です。ランニングバック26番。タッチダウン。6点獲得。ランプレー33番。パス、ターゲット28番。パス成功。ファンブル。大阪府警92番。三重、サーダウン2。ここで前半終了です。三重、ファイヤーバード0点、大阪府警、7点。ランプレー。ランプレー45番。タッチダウン。ランプレー、キャリア26番。インターセプト。攻守交代。インターセプト。ファンブル。
インターセプト、ターンオーバー、大阪府警ランプレーファーストダウン、ティックレングス40ヤード、キック失敗、インターセプト、攻守交代、パス成功、ターゲット28番、インターセプト、タッチバック、インターセプトは27番、セカンダウンテン、インターセプト、インターセプト、攻守交代、ファンブルリカバーは大阪府警88番、ここで試合時間がなくなりました。試合終了になりまして、三重ファイヤーバード0点、大阪府警シリーズ14点、大阪府警シリーズの勝利です。